少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思っているからだ。俺の里で一番の忍者になるためみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。それに今はあることをある奴に証明するため。昨日ちゃんと自己紹介してなかったからさ、俺遠藤守、サッカー部のキャプテンやってるんだ。ポジションはキーパー。お前も入らないか。俺ハンター試験を受けたい。どうして？俺知ってたんだ全部。俺ハンターになって父さんを見つけ出したいんだ。つまんねえな。早く食いてえな。ねえ携帯。やれやれ、超融通が効かないな。なんだと？だってそうだろ、どうでもいいことで悩むし。ポケモンセンターのお姉さんがポケモンタワーに行く前にここに寄っていくように言ってくれた理由がよくわかったよ。今度はクマさんとか行くぞ。初等部5年 A 組高王子シロ、ホスト部キングに弟子入りを志願する。それで変身って変身して悪い奴だと戦っちゃったりなんかして。もらった。またあいつ本当にお前じゃないんだな。俺を追い回したり箱に閉じ込めたりしたのは。私は街に行くわ、いずれは。マジかよ、最強の離反なんてシャレにもなんねえぜ。素直に切られろってんだ。はーい、逃げたい人は逃げちゃっていいわよ。ただしこの死神の大釜をくぐり抜けられたらね。そんなことないよ、兄様いつも言ってたじゃない、カードは力だって。マダオはマダオなんかじゃない、僕の忘れ物を取り戻してくれた。誰よりも優しい立派な侍だって。名付けてナルトリュー、パワフル&ミラクルトレ